こんにちは、重原幸子さん。こんにちは、天の声さん。夏ですね。夏ですね。夏好きですか？はい、私夏生まれなので。ああ、そうですか。はい。何月？7月。蟹座。はい、蟹座ですね。蟹座と魚座ってね、相性いいんですよ。そうなの？多分落としますけど。第2の視覚、フレームイン。久しぶりです。一緒じゃん。前と一緒な人じゃん。はい、自己紹介どうぞ。はい、磯部壮志です。僕は冬の2月14日生まれ。では目の前に紙が伏せられておりますけれども、はい、それはビジネス計算問題です。うんうん、今回の出題は電卓実務検定試験。ビジネス計算部門の1級問題、この中から2問選んで出題します。宗志君どうですか？まあ全問正解を目指して打倒重原さん目指して頑張ってまいりましたので、なんか盛り上げるようになってきた。答えていただく問題は1番6番、はい、用意スタート。742万円を年利率 2.3% の単利で9月4日から12月9日まで借りると期日に支払う元利合計はいくらか。かっこ肩落とし円未満切り捨てと。肩落としって初めて聞いたんですけど。と1月、例えばこの9月4日から12月9日までだと1つだけ落とすっていう意味なんですけど、9月4日の分を入れないみたいな感じです。意味わかる？両端入れっていうのは9月4日も12月9日も入れる。わかんないです。1分経過。1分10秒経過。だから例えば7月、あ、そっかそっか。14秒経過。ちょっと待って。ごめんね、後でゆっくり言うね。ごめんね。終わりました。宗志君大丈夫、あと45秒ある。5秒前、4、3、2、1、終了。何問できました？白紙です。一問も書いてないの？その計算機で何をやりました？どこまで出しました？言葉で言ってもらっていいですよ。はい、最初の742万を入れて、あとどうすればいいかわからない状態で止まってます。はい、では重原さん、はい、発表してください。はい、1問目746万4885円。正解。6問目904万9252円。ピンポーン、正解。さすがですね。宗志君いくつか聞きたいことがあると思うんですけども、はい、まず聞きたいのが年利って書いてあるじゃないですか、はい、9月4日から、まあ、12月9日までっていうことなんですけど、どういうふうな計算をしたら出てくるのかなっていうのが分からなくてずっと止まってました。あ、なるほど、分かりました。まあ、これ単利の計算なんですけど、はい、9月4日から12月9日までっていうのは片落としで、96日なんですね。96日。うん、で、まず742万円を借りました。はい、借りました。でも借りると利息払わなきゃいけないんですよね。で、その利息は1年間で 0.023。つまり 2.3% かかりますということで、なので計算式で言うと742万かける 0.023 かける96日で1年は365日なので割る365で計算するとさっきの割引量っていうか割引量じゃなくて利息が出るんですね。利息こんだけ払えますよっていう、はいでそれを、元金742万円と足せば元利合計元金と利息の合計が出ます。そういう金融機関に払うお金では6番目これも一応どんな考え方なのかというのを説明していただきたいんですけども、これも約束手形、さっきと一緒ですよね。910万円のものもらえる権利ですよね。910万円のお金の価値のある手形を持っていて、でも本当は来年の2月3日にそれが910万円として手に来るんだけど、でもお金がないから11月27日にもらうわっていうものなんです。なので割引量をまた計算してで額面から割引量を引いたら本当の自分の手元に戻ってくるお金になります。この場合は割引量は 57,748 円になりますね。なので910万から 57,748 円を引くとっていう感じですね。ではビジネス計算をする場合というのはやっぱり覚えなければならない業界の用語っていうのはたくさんあるわけなんですね。そうですね。きっと高校生は商業科とか入った高校生はまずこれにね壁ぶち当たるかもしれないですね。これができると本当電卓の商業高校の1級っていうのは簡単に受かるので。宗志君、はい、最後に感想を言って締めてください。聞き慣れない言葉とかいっぱいあったんですけど、でも経済はこういうふうにして動いてるのでそれを知らなかったという、僕の無知もありましたし、それを教えていただいた重原さんに感謝してまた精進してリベンジしたいと思います。わかりました。面白いこと言えるようになったね。頑張っとるね。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、また次回よろしくお願いします。よろしくお願いします。このコーナー嫌いにならないでね。